今回はワイルドリフトのラカンを使ったサポートでの運用をご紹介していこうかと思います。構成としてはミッドジャングル私の3パーですかねというような状況で、ミッドレーンがマークスマン出したからジグスが出てきたのか、ジグスを出したからミッドがマークス出てきたのかはちょっと正直覚えてないですね。あんまりこの動きするパターンだいぶ減りましたが、一応まあ開幕ミッドレーンに行くと、まあ対面のこのマッチアップ楽にしてあげるためにもスペル吐かすことができるようになると割とグッドかなとは思うんですが、そのまあ覚えておいていただきたいのが、これをやった時ですね、まあミッドもそうですしトップもそうなんですが、この動きをするとレーンの経験値を吸うんですよ、当たり前に。ということはレーナーが敵レベル2先行を作り上げてしまうことになるんですね。なのでまあこれ良し悪し賛否両論あると思うんですが、あれでキル取れなくてスペルも吐かせれないみたいな状況になったら最悪ですので、そこだけは要注意ですね。ただまあ今回ミッドの方がしっかりしてたので、あのミッドレーンで敵はリコールしてますから必然的にフリーになるというところから、ミッドレーンがこのデュオレーンに、まあ、要するに相手のデュオは必ず1対2になってプッシュしていることが多いですので、このガンクは刺さるようになりますね。これはすごい理にかなったパターンというか、まあ、しっかりとしたやり方ですね。でラカンの場合その、まあ、いろんなビルドがあるんですけど、私個人的には電撃帝国を積んだ魔法のパチンのビルドが結構好きです。ただこのビルド柔らかいのとウルトを絶対に当てないといけないっていうところが、ラカン乗るともまあ足が速くなるので変なタイミングでウルトを打つよりかはとりあえずウルトキャスしてから考えていいと思います。で今みたいな状況で味方が最初に入っているような状況だったら、ウルトからの3スキ味方に飛んでチャームぐるぐるからの2スキがほぼ確実に当てれるのでいいんですが、一切合切味方が集団戦が起こる先にいなかった時ですね、これがまた難しいことになるんですよ。その足が速くても所詮足が速いだけで CC 体制とかを一切持っているわけじゃないので、意気揚々突っ込んでいってもその道中で止められ、例えば TF のイエローカード投げられるとか、農地にウルトぶち込まれるとか、何かしらの CC で止まってしまいますので、そこはちょっとまあ無敵になってるっていう感じで行くのは良した方がいいんですが、まあ、突っかけてしまえば帝国とウルト電撃もろもろで割とすげえダメージが出るのでいいんですよね。で、ウルトキャスします。あウルト今から多分キャスするので、こう寂しいんですね、誰もいないんですよ先に。なのでこういう時がちょっと、まあ、腕の見せ所というか、まあ、今ヘクスしてもよかったんかなと思いますが、まあ、そういうのも含めてああいう状況を回避するためにも、ヘクスじゃなくて、プロトベルトを積んでちょっとの距離を埋めますね。スキルの上げ方は多分荷上げだけはマストだと思うんですけど、3回1これ結構お好みだと思いますね。まあどっち上げても、まあ魔法にしたらどっち上げてもいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、マジお好みです。でまあ基本ウルトキャスして2すればこの2に反応しない限りもうチャームでどえらいことになりますので、本当マジとりあえずラカンは困ったらウルト叩けば OK です。これは覚えておいてください。でこういうような形で反転するんですね。ウルトしてからプロトベルトで巻き込んで、でウルトのチャームの時間すごい長いので、まあ、ワンテンポ見てから、自分方向に敵が寄ってきますので、ぐるっと回って敵を寄せてから最後にスキルで打ち上げるというのが、まあ、正しいやり方、まあ、さっきのぽい雰囲気ですね。でラカンあんまりサポート選ばれないですけど、非常にグッドなキャラだと思います。ただそうなんですよ、これだけ注意してください。今みたいな感じでそのウルトして2スキした時なんですけど、敵を手前に2スキをするとクソなので、必ず当たるかどうか置いておいて敵の奥側に対して2スキを打ってください。そうすれば2が当たらなかったとしてもそのウルトのチャームに敵が突っかかるので、その2スキする方向に歩いてきてくれた結果当たるようなことになります。なんで今さっきのやり方はかなりバッドですね。ただ2スキ当てた後このウルトの見てください、めっちゃ高速するじゃないですか。なんで、まあ、現状その行動体制が靴で詰めなくなっている状況の羅漢サポートっていうのもマジでいいものがあるので、まあ、別にこの魔法にしてるのはあくまで火力だけの話ですから、これフルタンクでも行動体制のこの行動妨害かの時間は一緒ですので、タンク羅漢も全然ありだとあんまり見かけないですけど、
ありよりのありだと思いますね。で、魔法にしておくと3スキのシールドがでかいのと1スキの回復がオブジェするときにかなりありがてえ数値回復してくれるので、まあ、こういう状況、まあ、ジャングルの書いちゃいましたけど、これ1スキでごっつ回復してくれますから、割と、そういうサステイン維持能力ってのは高くなりますね。あとは、まあ、下に装備書いてありますけど、とりあえずプロトベルトと帝国は絶対に必須ですね。で、以降はさっき言ったとおり入っていく時のウルト5ですね、そこの出花くじかれるといけないので、まあ、それ回避用のクラウンっていうところ、まあ、今回敵にカルマがいるので、まあ、それ対策のオキアノスという感じで、最後は、まあ、アタックスピード下げる用の、フロハとかに進んでますが、まあ、割かしサポサポしたアイテム積んどっても全然問題ないと思いますね。あとはヘクスフラッシュも素晴らしいですので、まあ、こういう敵の視界がないかなと思われるところからヘクフラしてウルトグイーンと回って2スキですね。これがさっき言ったやり方、ウルトしてぐるっと回って中心に集めた後に2スキで打ち上げてあげると、これがもうラカンの鉄板な動きになりますので、これをしてあげるだけですね。なんで負けゲーでもわりかし うまいことウルト突っかけてしまえば集団戦ワンチャンあるキャラクターですので、私はめっちゃ好きなんですけどね、まあ、あんまり選ぶことないですけど。あとは3スキですね。もう2回これシールド付与できるので、これも割といいシールド値が出てくれて、で距離も稼げるから、まあ、味方がしっかりとラカンの3スキの飛び先になってくれるかどうかっていうのも結構大事ですね。意外となんかこれ3スキ、おいおい3がある3があるって言って捨てないでっていうパターンありますけど、ただまあやってて個人的な話になるんですけど、逃げるとき最後の最後まで2スキ残しておいてもいいと思いますね。その3スキで味方に飛んでけるのはもちろんなんですけど、2スキって対象どこでも関係ないじゃないですか、当たり前ですけど。なんで2残しておくと壁1枚越えて敵もうこいつなんもねえじゃんって思いきやまだ2あるのかっていうような逃げ方ができたりするので、まあ、2で入るもちろんそうなんですけど、入っちゃいがちですけど、逃げの時の2はまた強いですね。ただまあクールが長い、ただまあクールが長いから、じゃあソウルスティラー積むかといったら、まあ敵の構成次第ですけど、 CC が薄ければスティラーも全然積んでいいアイテムだと思いますね。相性は悪くないと思います。まあでも結構いいいろんなキャラクター多いんですけどね、なかなか本当にラカンのピックは少ないですよね。いてまあただ見てわかる通り、あのフォーカスフルに食らうと秒で溶けてしまうと、まあよく今壁ドンとノーチカルマでバッチンでしたね。いやー渋かった。まあ、ただ味方の身内がもうミッドプッシュに切り替えて、で残りの人たちに戦いピングで出しまくってますが、まあ、死んだんでやることないからピングしかすることないんですけど、まあ、でもこれ敵変えることもできずにそのままプッシュエンドでしたね。以上フル火力サポートラカンでした。わりかしありだと思います。